到着です。今日なんですけどもね、カラーの、19SS のセカンドデリバリーですね。セカンドデリバリー入ってきました。で、今回でですね、完納でございます。もう全てのラインナップが入荷したということになりまして、紹介していこうと思うんですけども、今回も結構なボリュームで、入ってきましたので、2つに分けてます。2つのパートに分けてます。じゃないととんでもないことになるんでで、の1つはね、あのジャケットとか、あとセットアップとか、なんかちょっと綺麗めなっぽい感じ、あとはフットウェアを紹介するので一つパート。今回はカットソーパートということで、ね、T シャツとかちょっとスウェット系とか、なんかそっちを紹介していこうかなというふうに思います。なのでもう一つのパートの方の、リンクも概要欄の方に貼っておきますから、そちらもね、必ず、見ていただくようにして、まあ全体感をね、19SS の全体感をちょっと掴んでいただきたいかなと思います。はい、じゃあ早速このカットソーパートの紹介していきますね。はい、まず、はい、T シャツです。これがですね、これも面白くてね、このこれワンサイズなんですけどね、圧着なんですよ。こことここ、こう来てこの脇、ここに縫い目はありません。これ分かりづらいんだけど、縫い目ないんですよ。これ、ね、特殊な技術を使ってね、圧着してます。だからね、なんかそれに伴ってちょっとね、シルエットとかも面白くなるんで、後でまたちょっと着てね、ご紹介しようと思います。で、これもまた面白いね、おもろい素材のものです。これスウェットなんですけどもね、素材がまたとにかく面白くて、コンクリートテリーというね素材なんですけども、見てください、これもうコンクリートでしょ、コンクリートっぽいでしょ。もうこの感じわかるかな、このね、ちょっとこうシワが寄ってね、で触った感じもね、結構こうほら立体感が出るじゃないですか。あのね、一番近いのは何かって言ったらね、紙、和紙とか、厚い和紙とかね、和紙とかにちょっと近いかもしれない。そういうようなね、ちょっとなんかこう布じゃないような素材のを使った、まあ、スウェットですね。これもめちゃ面白いです。で、今ご紹介したコンクリートテリーを使った、まあ、今回これは半袖ですね。半袖のカットソーと T シャツタイプですね。はい、ラグランです。はい、これも後で着ます。そして、まあ、これもあのカットソーの半袖半ズボンのセットアップでございますね。これ結構ルックでも目立ってました。パキッとね、ビタミンカラーで、ここにグラビタスと入ってます。ちなみにこのグラビタスっていうのは、このね、グラビタスというプリント入ってるじゃないですか。この字の字体の名前、フォントの名前がグラビタスという。そうですね。はい。これもね、この色合いね、いいでしょう。ね、上は横ボーダー、縦はストライプですね。ストライプとこっちが、はい、またここにグラビタスと、はい、うん、色使いと、まあ、このボーダーの太いボーダーがね、カラーらしいかなと思います。はい、では早速このノーシームのね、T シャツから着ていこうと思います。はい、着てみました。どうでしょうか。まあ、やっぱりワンサイズなんでね、ちょっと大きいですけど、このね、ノーシームの独特の雰囲気、わかりますかね。はい、結構やっぱゆったりめですね。身幅も大きいし、着丈も結構大きめです。長めです。袖もね、まあ肘に行くか行かないかぐらい、結構ゆったりめなリラックス感あるサイジングでございます。でね、ここですよ、このノーシームだから。言うたらね、これバチンってやってるってことなんですよ。シンプルにね、平たく言ったらもう2枚の生地をバチンと、普通 T シャツとかってね、こういうところに縫い目とかやって袖のパーツと作ったりするんですけど、これはもうバチンとやってると。でね、見てください、わかるかな。はい、ここに縫い目はないんですよ。これね、どうやってくっつけてるのか分かんないですけど、かといってね、じゃあこうビーってやったら取れちゃうかというと、そういうわけでもなくて、しっかり、まああんまりビーなんてやらないですけども、
まあ、しっかり普通に、固定はされてると。こことかほらピロッと、だから言うたらね、あれと一緒ですね。たい焼き、たい焼きのさ、こう耳あるじゃないですか、こうギューってなって、ここのね側というか、なんかそういうようなイメージですよ。まあちょっと例えがあれかもしれないですけど、でもイメージで言ったら本当そういうことだからね。こうペッタンってなって、で切ってるっていう感じなんです。プリントもね、ちょっとなんか 100% これは何のプリントなのかちょっとわからないですけども、ちょっとなんか新聞広告っぽい感じ、うん、なんか広告チックな感じしませんね。イシュー37とかでね、裾が切りっぱなんですよね。裾とかもうこれ側全部切りっぱですね。キーッと、もうここで全部切りっぱです。この側、裾も含めて、なかなかね面白い。こういう T シャツ圧着なんつってね、なかなかない。大体ここに縫い目があるもんなんですけど、これは縫い目がないんですよね。はい、なかなか面白い。まあね、多分なんかこう分かりづらいか、これね、実物見るとなんかここちょっとね、こうプツプツプツっとカノコっぽい感じになってるんですよ、ここだけ。だからそういう、なんていうんかな、繊維と繊維をこうね絡ませて、圧着してるのかなというふうに思います。ここもだ、こういうラインがちょっと出るのが面白いですね。圧着されてる感がピラピラと。なんかこういう、これ面白くない、これ。この感じ、ちょっと平面なのか立体なのかみたいなね、こうパックみたいな感じじゃないですか。パッケージというかね、パッケージっぽいよね。なんか体がこの布のパッケージで包まれてるというかさ、なんかそういうイメージ。ちょっとだからシャンプーとかの詰め替えの容器ってこういうような感じじゃないですか。なんかそういうイメージですよね。超面白い、コミカルな雰囲気がありますけど、はい、そんな感じで、これも結構ね今期のアイコニックなシグネチャーアイテムかなというふうに思います。はい、ではコンクリートテリーを着ていこうと思います。はい、着てみたんですけども、すいません、先ほどねこっちの圧着の T シャツ、お値段言うの忘れてましたね。24000円でございます。24000円、すいません。はい、着てみました。コンクリートテリーのスウェットでございます。これ超面白いぜ、これ。この素材はないなぁと。はい、最初に言っていきましょう。これね、サイズ2でね、お値段が26000円でございますね。素材がコットン70のナイロン 30%、 そんなような感じです。どうでしょう、サイジングね、結構大きめです。うん、ゆったりめというかね、アームホールがでかいね。アームホールと身幅がでかい。とにかくここら辺ね、だいぶデフォルメされてる感じがしますね。でまあこれくらいね、まあ、サイジングも大きいし、大きい上でそれに伴って生地の、ね、量も多くなるわけじゃないですか、生地の分量も。でね、その生地の分量がやっぱこういう、なんていうの、この素材感と相まってね、立体感がやばい。すごい、めちゃくちゃ立体感が出るんですよ、こういうところとか。うん、やっぱこれ、こういう自立性のあるね、面白い素材を、まあ、これ最大限に生かしたシルエットなのかなと。これをやっぱジャストサイズとかで作ってもね、あんまり多分、素材のこういう立体感ってあんまり生まれないと思いますし、もっと言うとな、多分着心地が良くないと思うんですよね、これ。あんまり伸縮性はないので、ある程度オーバーサイズにしないと、ちょっとこう、動きづらいというか。これはだいぶ、だいぶ面白くないですか。で本当にこれグレーなんて本当コンクリートみたいなんですよ。工業製品というか、なんかの壁みたいな壁ですね、これね。もう完全にね、ここだけ見てください、これ。これが服だなんて思う人いますか、これ。これ画面一面に出てきたらね、なんじゃこりゃと、うん、これが服なのかと。まあ結構オーバーサイズですけど、いいんじゃないですか。なかなか存在感ある一着かなと思います。もう本当カラーならではですね。この素材は
しかもさ、これお値段2万6000ですよ。安くない？僕ね、カラーだったらこれもう1万くらい高くてもいいくらいの値段というかものかなと思うんですけど、2万6000円ですからね、意外に安いんですよ。で、内側、この内側がまたちょっと面白くてね、生地のね、なんかね、スウェットみたいな感じになってるんですよ。ちょっと裏毛っぽい、でも裏毛じゃないんだよね。これは何がどうなってるのかちょっと僕もよく分かりませんけども、なんせこんな初めてなんですね、生まれて。2万6000円、うん、安いよね。普通にカラーのスウェットで2万6000円、あんまなかったかな今まで。 それくらい結構安いですね。で、生地の厚さなんですけどもね、そこまで厚くないですよ、正直。そこまで厚くない、うん。ただね、あの生地に、まあ、さっきも言ったようにこう立体感というか、ちょっとこう張りとかそういったものがあるので、またね、普通のスウェットと比べるのもちょっとおかしいかなっていうそういう次元の話ですよねでもまあこれは1枚でめちゃくちゃ存在感がある、うん、今の時期からね、着れるかもしれないですね。今の時期から喉がおかしい、はい、そんな感じです。じゃあこれの半袖でね、ネイビーの方着てみようと思います。半袖の T シャツです。いや、これもこれもやっぱね、さっきのこちらスウェットと同じ素材なんで、やっぱね、生地感のこの立体感、これがめちゃくちゃ面白いですね。あ、最初に言っておきましょう、サイズ2で、こちら1万8000円でございますね。1万8000円、はいね、めっちゃ面白いでしょこれ。もうこれネイビーですけどもね、やっぱまたこう服の素材じゃないみたいなんですけどね、これはめちゃくちゃ面白い、うん、すごい存在感ある一着かなと思います。半袖でもいいですね、なかなか。これもまあサイズ2ですけど、結構まあ身幅はちょっと大きめで、まあ、こっちのねスウェットの方があの極端にデフォルメされてちょっと大きめなサイジングですけど、これもまあ言ってもゆったりめでね、うん、でこの太めのリブがちょっとポイントかなと思います。でね、1万8000円ですよ、めっちゃ安くない？あれ、なんでこれこんな安いのかなってくらいね、プリントティーと同じくらいだからね、うん、値段の価格設定で言ったら、それでこれだけ面白い素材のものができると、いや面白いですね。これはコンクリートテリー、今期からじゃないですかね、この素材は。今まで出てなかったと思いますよ、コンクリートテリーっていう素材は。はい、非常にカラーらしい、カラーでしか買えない一品かなというふうに思いますんで、やっぱね、こういうところにねお金を払うというのは僕はやっぱ本質的かなと思いますから、いいですね。はい、おすすめでございます。では最後セットアップですね、着ていこうと思います。はい、着てみました、どうでしょうか。はいはい、最初に言っておきましょう、こちらね、上がトップスがサイズ2の2万5000円、ショーツがサイズ1で3万7000円でございます。どうでしょう、いいな、こうカラーリングだな、やっぱり。これは何といってもカラーリングが一番ね特徴かなと思います。いいね、このエネルギーあふれる感じ、うん、非常に色合いいいんじゃないですか。グレーベースのボディに、ちなみに上下コットン100です。素材は張り感のあるコットンですね。ちょっとサラサラ、ちょっとドライ感があるんですけどもね、しっかり張りがあって光沢もある。パッと触った感じね、コットンっていう感じはしなかった俺。表示見て、コットン100なのっていうくらい、なんかね、面白い感じの、うん、コットンですね。はい、色合いとね、まあ、グラビタス、なかなか存在感があっていいんじゃないですか。これ僕は好きですけどね、これカラーらしいなと、このボーダーの感じ、うん、カラーらしいなと思いますけど、まあ、セットアップじゃなくてもね、トップスだけとか、
もちろんいいと思いますし、ショーツだけとか、もちろんいいと思いますしね。どっちも単体でも十分パワーがあるというか十分様になる、主役になるようなアイテムかなと思いますが、まあ、僕はやっぱねこの半袖半ズボンの、セットアップ、こういうのねあんまり他のブランドってないし、まあ、結構ね好きなんですよね僕は。カラーは 毎シーズンよく出してますけども、半袖半ズボンのセットかっこいいじゃんと思います。でセットで買うとねバラバラでも着れるし、僕も何着か何セットかありますけど過去のシーズンで、スポーティー感あってエネルギッシュで非常にいいんじゃないですかねと思います。はい、そんな感じで、カットソー編ですね、終わりです。先ほど申し上げたようにね、もう一つのパートもありますから、そっちも見ていただいて、確実に見ていただいて、よろしくお願いしますということと、また詳細の方ねリンク貼っておきますから、そちらの方からまたチェックしていただきたいなというふうに思います。ということで、もう寂しいですけどねカラーの19年の SS がもうちょっと終わると、はい、そんな感じでございます。では